終わったな。最初から3時半には終わる予定だった。うまくいったな。不満だらけだ。よかったのは最初だけだった。それでも大成功だ。大受けだっただろ。音楽誌ミューズに申し訳が立たない。信心深いんだな。おぎそは一緒じゃなかったのか。伊予に連れて行かれたよ。今から昨日の穴埋めでカフェの接客だって。あの衣装のまま？あの衣装のまま。大正ロマンじゃなかったのか。あっちの方が受けがいいだろう、今は。気の毒に、小木さん。本当にそう思ってるか？あの衣装のまま至近距離で男の視線にさらされるなんて拷問だ。トーマだって今至近距離で男に見られてるだろ。おう。どうして着替えてないんだ？めんどくさいから。寒くないのか？寒いに決まってるだろ。もう秋も終わりだぞ。お前実は気に入ってるだろ、その衣装。そうなんだろ。うるさいな。なんで北原はいつもいつもそんなに細かいんだ。大体お前は最初に会った時から。そのおかげでトーマと一緒にいられるようになった。俺は間違ってない。本当うるさいな。また人のピアノ聴きながら寝やがって。だからトーマのピアノの音色からは良質のアルファ波が。コンクールでもそれやったら殴るぞ。ってことはお前舞台からずっと客席の俺を見張ってる気か？ってのは冗談だけど、コンクールまた出る気になったのか？さあ。なあ、もちろんコンクールもいいけどさ、暇見つけてまた3人で何かやりたいな。あれだけ綱渡りしてまだ懲りてないのか。大体お前そろそろ進路のこととかあるだろ。だからさ、卒業してからでもまた集まってさ、今度は大学祭とか。トーマ、お前進学どうするんだ？やっぱりどこかの音大にするのか？都内だよな。その前に卒業を心配しなくちゃならない身なんでね。卒業してもまた会いたいな。俺たちずっと続いてたい。小木曽と一緒に上行くんだろ。
刹那だってトーマと一緒にいたいって思ってる。本当に思ってるかな。トーマはそうは思わないのか。私はどうなのかな。俺たちといて楽しくなかったか。トーマとセツナと俺と三人でいて嬉しくなかったか。俺はもう毎日が楽しくて嬉しくて、そりゃあ最近の俺はさ、他の男どもから見ればこれほど恵まれた奴もいないに決まってる。一生分の運を使い果たしたし、いずれ天罰も下るさ。でもそういうことじゃなくてさ、いやそういうことも十二分にあるんだけど、ずっと勝手に親しみを抱いてた高嶺の花が自分から進んで俺の目線に降りてきてくれて、ずっと憧れてて友達になりたかったやつとやっと本音で分かり合える本当の友達になれて。あいつは花で、私は奴か。嫌か。嫌なわけないだろ。楽しくないわけないだろ。嬉しくないわけないだろ。聞かなきゃわからないのかよ、そんなことまで。だったら、顔に出してくれよ。そんなポーカーフェイスじゃわかんねえよ。どうしたんだ、トーマ。なんで震えてるんだよ。そっか、もうすぐ冬だもんな。ああ、ホワイトアルバムの季節だ。クラスの方はとっくに終わったよ。もうすぐ6時だもん。もうそんな時間なのか。だいぶ寝てたな。そうだね、私が来てからでも30分以上。起こしてくれよ。嫌だよ。そんなに気を使ってくれなくてもいいって。だいたい疲れてるのはお互い。そ
そんなことしたら、春樹くんの寝顔がゆっくり楽しめないよ。もったいない。の。冗談だよな。冗談だって言ってくれよ。だからからかったって言ってくれっての。やだよーだ。はあ、体のあちこちが痛い。頑張ったもんね今日。ううん、今日だけじゃなくて今週ずっと。そんなのは刹那だって。あれ、これ刹那が。お母さんが持ってきてくれたんだ。昨日家に帰らなかったから着替えだって。あ、まさにいろいろとごめん。返すよ。本当に悪い。こういうの男の役目なのに。ううん、春樹くんは十分男の子の役目果たしたよ。私に勇気をくれた。あの高い場所でたくさんの人に向かってそれでも楽しく歌える勇気を。そんなことないって。楽しかったね。めちゃくちゃな。人前で歌うのってものすごく緊張するけど、一線を越えちゃったら二度とやめられなくなりそう。うん、今でも覚えてる。あのスポットライトに照らされて歌ったんだな。そういえば振り付けとか全然やらなかったね。そんなことは些細な問題だ。誰も気にしてなかった。はあ、歓声が耳に残ってる。当分忘れられそうにないな。目を閉じるとまだ夢の中にいるみたい。じゃあまたやるか。俺はともかく、刹那とトーマがいればもっと大きなイベントだってね。春樹くん。ん？これからもずっと一緒にいてね。刹那さえ良ければ。行くんだよね。文系だよね。どこの学部狙い？え、いや、今のところ整形のつもりだけど。英文行かない？いや、俺英語苦手だし、相対的に。私だって政治も経済も苦手だよ、絶対的に。無理に学部まで合わせる必要ないだろう。今まで通り同じ学校に通うんだから毎日会えるし。毎日も重要だけど、一日何時間ってのも重要じゃないかな。そもそも教養課程では一緒の講義も多いし、なんでそんなに選択を急ぐんだよ。それはそうなんだけどね。今はそんな先の話より目先の約束。進学してもま
また3人で何かやりたいな。刹那とトーマと俺と。刹那？一緒にいてね、春樹くん。ああ。進学しても、2年になっても、3年になって、もしも学部が違っても。刹那。もしも私が留年して、春樹くんの後輩になっちゃったとしても。普通にやってれば留年なんかしないって。もしも、もしも、ね。落ち着けって。今、明かりつけるから。ダメ！やめようよ。夢が覚めちゃうよ。刹那。今日の私はずっと夢を見続けてたい。スポットライトを浴びて、大歓声を受けて、大好きな歌を心から楽しく歌って、それでみんなも喜んでくれて、好きな人に褒められて、だから調子に乗ってご褒美をねだって、そしたらその人がちょっと苦笑いして、甘えん坊の私を優しく抱きしめて。刹那。でもちょっと想像してたのと違うね、これ。こんな風に自分の方から迫っちゃうなんて、計画のうちにはなかったんだけどな。あくまでも私は受け身で、ちょっとびっくりしたけど、でもずっと待ってたんだからいいやって。そんな感じの、都合のいい夢だったんだけどな。仕方がないか。自分の心をつかみきれてなかった、私が悪いんだもんね。ねえ、春樹くん。避けてもいいんだよ。刹那、俺。いいのか。本当に。
なんで謝る？だってファーストキスなんだ。刹那ごめんね。